皆さん明けましておめでとうございます。アミティ先生でございます。今年もですね、1年どうぞよろしくお願いいたします。今年の年末年始、アミティ先生はですね、ひたすら飲みまくっておりました。はい、アミティ先生ね、お酒大好きなんですよ。普段はね、あんまり飲まないです。むくんじゃうし、太っちゃうからね。なんですけれども、年末ぐらい好きに飲ませってことで、ひたすら今年は年末年始飲んでおりました。ワインと日本酒と、ウイスキーをですね、ひたすら飲んでおりました。今日は一発目の動画ということで、今年の目標と今注目のアプリをですね、お話しできたらと思います。最近なんかさ、コメントとかで、仕事ばっかりしてないでプライベートも充実させてください、早く彼氏作ってください、うるさい、プライベートも充実してるもん、アミティのこと知らんくせに。早速やっていきたいと思います。今年の目標、今年の目標はですね、3つございます。まず1つ目、 YouTube のチャンネル登録者を50万人にしたいでございます。今ね、30万人ですね。この時点で30万人なんですけれども、去年はですね、あんまり私 YouTube できなかったんですよ。その本とかね、キッズとかいろんな立ち上げをしてて、なかなか YouTube の動画出せなかったので、まあチャンネル登録者数とかもそんなにこう伸びなかったわけなんですよ。だけど今年はですね、この、もう溜まってたものを YouTube で吐き出したいわけです。もうめっちゃチュートリアルあるの。もやもやしてる。いっぱい今年は出そうと思ってまして、諦めたら終わりだと思ってるから、じゃあできる、アミティ先生なら50万人いけると思って、アプリの使い方だったりとかをたくさん紹介していきたいと思います。で、2つ目、 NFT のジェネラティブを成功させるということです。これはですね、私の今年の一番のビッグプロジェクトになると思います。私の誕生日が4月14日なんですけれども、そこでですね、 NFT をドサッとリリースしたいと思います。今までもね、こういう一点物の NFT っていう可愛いアイコンを売ってたんですけれども、それはね、一個一個手書きで書くやつだったんですよね。今の NFT ってジェネラティブっていう、そういう流行りがあるんですけれども、ジェネラティブっていうのは何かっていうと、例えば顔だったら目と鼻と口を、例えば目100個、鼻100個、口100個ってたくさん書くんですよね。で、それを機械にかけて、ミックスしたらですね、一気に1万個とか10000個とかっていうのを大量に発行することができるんですよ。それをジェネラティブって言うんですけれども、それにですね、私今年チャレンジしてみたいなと思っております。で、この NFT の制作プロセス全部 YouTube に上げていきたいと思います。この動画の1個前に100日カウントダウンを始めたんですけれども、どういう風に NFT のアートが作られていくかっていうのをですね、全部お届けしていきたいと思います。NFT 興味ある人ね、たくさんいると思うんです。自分がiPad で描いたイラストを NFT で売ってみたいとか、そういう人にね、参考になればいいかなと思っております。はい、ということで3つ目は iPad Mate Kids の拡大でございます。これも私ずっと去年から言ってたことなんですけど、今 iPad Mate Kids 京都にあるんですけど、それを全国展開していきたいんですね。まあこれはね、ちょっと私の、今までインフルエンサー的な活動をしてて、個人で動くことが多かったんですけれども、やっぱこういうね、キッズのスクール展開とかってなっていくと、やっぱり経営のこととかも学んでいかなくちゃいけないし、あとはその予算ですよね、結構お金かかるので、そこをですね、 NFT の売上金をそのキッズの全国展開に当てたいって思ったりしてるんですけれども、まあ今年ないしは来年ぐらいにはね、次のステップに踏み出せたらなと思っております。今後ともアミティ先生の活動を応援していただけると嬉しいなと思います。その第1弾が4月14日の NFT コレクション、今のうちに NFT 始めといてもらえると泣いて喜びます。ということで、以上目標でございました。続きまして、今年アミティ先生が注目している iPad アプリを紹介していきたいと思います。個人的に、あ、これちょっと極めたいなっていうやつを何個か紹介しますね。まず1つ目、アフィニティ系のアプリでございます。今アフィニティ系のアプリ、アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、新しくアフィニティパブリッシャーっていうのが出てきました。アフィニティデザイナーは、まあイラストレーターみたいな感じですね。ロゴ作ったりとかチラシとか作ったりするやつ。
で、アフィニティフォトは写真編集ですね。色調整したりとか、あと肌のなんかレタッチとかしたりできるんですけれども、それがアフィニティフォトですね。で、アフィニティパブリッシャーっていうのは、本とか作る時の、長い PDF とかを作るための、そういう制作アプリでございますね。インデザインってわかりますか？皆さん、アドビのインデザイン。長いあのページの、あのデザインだったりとか文字組みだったりとかをできるアプリなんですけれど、それのアフィニティバージョンがアフィニティパブリッシャーでございます。今までデスクトップバージョンがあったんですけれども、それが新しく iPad バージョンができましてですね、一回使ってみたんですけれども、めちゃくちゃすごい、やばいよ。アフィニティデザイナーもアフィニティフォトもね、最近新しくなったんですよ。で、それがですね、めちゃくちゃ UI が良くなって、なんかすごいものが作れそうで、私はめちゃくちゃワクワクしてるので、ちょっと2023年の序盤はですね、アフィニティをガンガン出していきたいと思います。はい。では続きまして、キャンバでございます。キャンバ2022年めちゃくちゃ来ましたよね。もうガーンって来た感じは私にはあるんですけれども、キャンバはですね、まあアフィニティデザイナーみたいな感じでレイアウトとかが作れるアプリなんですけど、もっと初心者向けというか、もともとテンプレ、おしゃれなテンプレがあって、それを選んで、まあ素材を自分のものに変えたりして、おしゃれなそのチラシとかポスターとかカードとかを作るっていうようなアプリなんですけれども、まあデザインとかをしたことがない人が本当に簡単に作れるっていうことで、もうなんか今めっちゃみんな使ってますよね。ねえ。プロ向けというか、もともとデザインとかができる人はアフィニティ系に行けばいいんですけれども、細かいツールとかね、もう難しいんですよ、最初わかるまでは。そういう人はですね、キャンバに行けばいいと思います。多分ね、キャンバ今年もガンガン来ると思います。本当に新しい機能をね、バン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 乗せてきてるので、今年もすごい私は大注目しております。はい、で次。ノマドスカルプです。ノマドスカルプは 3D のモデリングアプリですね。以前一回ね、ちょっと紹介したんですけど、こうプッシュしたら、へこんだりとか粘土みたいな感じでくっついたりとかして、それでこうシェイプを作っていくものなんですけれども、いろんなものが作れるんです。お顔だったりとか、うさぎちゃんとかね、本当にかぼちゃとかが作れるんですけれども、まあそれを 3D プリンターで起こしたりとか、あとはプロクリエイターに持ってって色つけたりとかっていうのが、いろんなことができるんですけど、そのまあ 3D モデリングのアプリの中で私が今注目してるのがノマドスカルプですね。これもね、ちょっと難しい、正直。ツールの、ボタンとかが多いっていうのと、あとね、2000円ちょっとするんですよね。なので初期費用がかかるので、そこでちょっと躊躇する人もいるかもしれないんですけれども、絶対これね、覚えると私すっごいいろんな面白いことができると思ってて、はい、そのチュートリアルもたくさん出していきたいと思います。はい、で次、ダヴィンチリゾルブでございます。最近出ましたね、ダヴィンチ。動画編集のアプリでございます。今までルマフュージョンが、動画編集の神みたいな感じでしたね。あとキャップカットとかもあるんですけれども、まあ、それに対抗するかのように、ダヴィンチリゾルブが去年ですね、iPad に入ってきました。ダヴィンチリゾルブは、カラーグレーディングですかね。カラーを、もう細かい調整ができてですね、それによって美しい動画を作ることができるんですけど、これも結構プロ向けですね。やっぱりそのデスクトップの方でダヴィンチリゾルブをもう使ってる人は iPad のアプリを使うと、要は iPad でちょっと作って、その後ダヴィンチのそのデスクトップの方で最終調整をして動画を上げるみたいなこともできるから、本当にそういうどこでも動画編集ができるようになるので、結構そのダヴィンチ使う人が増えてくるんじゃないかなと思います。今私もプレミア、アドビのプレミアで使って動画編集してるので、ちょっとそこからね、ダヴィンチに行くのって結構勇気がいるんですけど、もうちょっとね、一回やってみようかなと私は思っております。はい、であとは共有系のアプリですね。最近出たフリーボード、アップル純正の無限キャンバスでコラボレーションしながらですね、いろんな人とお絵描きができるというようなアプリでございますね。一緒に書き込めるのはやっぱ楽しいですよね。その場でね、書き込んでミーティングとかもできるだろうし、本当にそういう需要って結構あると思うから、こういう共有系のアプリですね。あと、グッドノーツも、共有系の機能入れてくるみたいですね。今、グッドノーツは、ノートをリンクに上げて、それを、各自で見に行けるみたいなことはできるんですけど、一斉に、フリードボードみたいな感じで一斉に書き込むことはまだできないんですよね。それを多分グッドノーツもやってくるんじゃないかなと思って、それが結構期待大ですね。あとはダヴィンチリゾルブ、さっき言った動画編集のダヴィンチリゾルブなんですけど、これももともとデスクトップ版の方に共同編集っていう機能があって、ダヴィンチの
クラウドに上げたらそこにみんながアクセスして一緒に共同編集できるみたいなのがあるんですよ。それも多分 iPad にもついてくるんじゃないかな。うん、そしたらね、一気に動画編集できるから YouTuber とか正直めちゃくちゃありがたい。私とかね、今全部1から10まで自分でやってるんですけど、たまに手伝ってほしいなとか思う時あるので、そういうの時にですね、自分の仲間にお願いできたら嬉しいなと思います。で、あと最後 AI 系のアプリです。 AI でございますね。勝手に絵を描いてくれるソフトとかっていうのが最近めちゃくちゃたくさん出てるんですよ。有名なのはミッドジャーニーっていうね、ディスコードっていうアプリを使って、例えば、ヤギに乗った魚っていうワードを入れたらですね、ヤギに乗った魚の絵が勝手にできるっていうような、まあそういうソフトですね。勝手に人工知能がですね、絵を作ってくれるっていうサービスがあるんですよ。まあそういうアプリもあるし、あとはブラウザー上でね、そういうサービスをやってるところとかもあるんですけど、まあそれを使うとですね、お絵描きできない人が簡単にその AI ソフトを使って絵を描いて、それをなんでウェブサイトに載したりとか、ちょっとチラシに挟み込んだりとかっていうことができるので、本当に効率できるのかなって思います。まあお絵描きをね、描く身からすると自分で描けやって思いますけれどもでもね、そんできない人もいるわけじゃないですか。そういう時にミッドジャーニーだったりとか、そういうソフトを使うとですね、簡単に絵が描けてしまうと、まあ、絵が描けてしまうというか、絵が作れてしまうという表現の方がいいのかな。はい。まあそんな感じで、そういうのがね、多分 iPad のアプリとかソフトにもたくさん入ってくると思うので、ちょっとそういうのが出てきたらもうアイディ先生の出番ですよね、そこは。はい。たくさんチュートリアルね、その時は出していきたいと思います。はい。ということで、以上、アミチ先生の今年の目標と注目アプリでございました。皆さん、何かこういうアプリ紹介してほしいとか、こういう動画ね、出してほしいとかあれば、ぜひコメント欄の方に書いてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。今年はね、YouTube 頑張るので、コメントもしっかり見させていただきますので、よろしくお願いします。はい、ということで、2023年もアミチ先生をどうぞよろしくお願いします。バイバーイ。